さっき言ったね、駐車券。駐車券。駐車券なんですよ。はい、駐車券書いておきましょう。漢字は何？外国欲しいなら、多分駐車券。うん、まあね、まあ。うん、そうだよね。駐車券。うん。駐車券。書き方は大丈夫？駐車券ですか？で、あ、ごめんね。駐車券とか駐車場、駐車場。こんな感じだね。グアンジェンズ、駐車券、駐車場。駐車券というのはこういうカードね、駐車券。で、駐車場はこれ。場所。Okay？ そう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 。で、一つ、常被問到的问题，你有没有用停车场？嗯嗯，就这样问。大概对方怎么问呢？駐車場は、ご利用ですか？すごい。Q 君学习能力很好。駐車場は后面加个は。で、刚才ご利用ですか？そう、你有用吗？ご利用ですか？所以他的意思是他在暗示说，那你要不要处理那个停车券？嗯，so so so。那大部分刚才你说的没有错，大部分可能是没有用嘛，对外国人就比较不可能开车过来。但是像冲绳啊、北海道，不少人租车去旅行嘛，那也可能。那駐車場はご利用ですか？如果有的话呢？嗯，お願いします。啊，そうだね。お願いします。駐車或者是はい。はいって言ってで拿出来、はい、駐車券あ駐車券お願いしますこんな感じ、はい、で没有在用的话呢うーんありませんあありませんオッケーオッケーいいよ听得懂駐車場はご利用ですかあいやありません或者是你也可以说いえ、使っていません使っていません、うん、一个文法来了使っていませんあごめんごめん間違えた使っていません。这是什么文法呢？使って手形加います，就是在使用的意思 ，ing 型、哦、对吗？所以后面加那个否定，否定。所以我没在用，是这样的文法、嗯、啊。いや、使っていません。使っていません。こんな感じで、はい、OK です。OK です。所以大概在ショーイン台、レジで使う三つのポイント。まず一つ目は。ポイントカードはありますか、うん、で、2つ目は何袋。袋はご利用ですかで、3つ目は駐車場。そうだね。駐車場ご利用ですかとか、駐車券ありますかありますかはい、この3つですね。大体これで OK です。はい、ありがとうございました。